はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日からちょっと新しいシリーズをスタートしたいと思います。それは今、サムネイルにも書いてますように、チャット g p t でできるプログラム講座ということで、今日は初回というか、序章というような感じでお話をしたいと思いますので、ぜひ、プログラムを勉強したいなという方は、 チャンネル登録などをして、これからのシリーズを、この1回目から徐々にですね、勉強していただきたいと思います。まあ、今回の講座は、まだプログラムを知らないという人、もしくは、やりかけたばっかりで初心者だというような人、プログラムってどういうことなんだろうというような、そういう初心者向けです。ですから、あまり難しいことは言いません。 もうできる人にはとっても退屈なことなんでその辺のところはご了解くださいでも村長って音楽スタジオをやってたんじゃないのというような方のために少しだけご紹介をしたいと思います僕は二十歳の時にコンピューターに出会いましてそしてその時は家業の美容師というのをしていたんですねコンピューターというものもあまり知らず そんなに大した額もなく僕自身は高卒者なんでパソコンというもの自身を知りませんでした。ですから初めてパソコンを見た時に何かキーボードをピュッピュッピュッと押すといろいろ画面が変わりました。なんで大阪に来たらテレビの画面が自分の言ったように動くんだろう。これがパソコンへの興味でした。 その当時はパソコンはとっても粗末なパソコンでした。そんな時代の遠い遠い話です。その時に全くプログラムの知識はなかったんですけれども、もう夢中でやりたくって、その当時で100万円ぐらいしましたが、家業を継ぐということで、親父に相談をしまして、NEC の9801というパソコンを購入したわけです。それが僕のコンピューターの始まりです。 それからもうしばらくして簡単なプログラムができるようになりまして、1年後ぐらいには、宝船さんですね、お菓子の宝船さんの顧客管理ソフトや、その噂を聞いた奈良県の教育委員会の方から、高校入試の状況を新聞発表するために、ソーティングプログラム、各学校から電話がかかってきたら、1位は○○学校、 というようなものを作らせていただいたりしていきました。それからプログラムにのめり込みまして、結局は親父とも相談して家業の美容師という仕事は辞めまして、27歳の時にコンピューターのソフト会社というのを株式会社として一人でしたけれども、役員に何人かなってもらってやりかけた。それが僕のきっかけでした。 そこからこのようなチラシのソフトウェア、そして CAD 関係。これは VectorWorks という CAD で動くスクリプティング、いわゆるプラグインですね。そういうものを開発して建築の方の分野にもかなりの実績を作りました。そんな実績の中からですね、多分特に Mac の方は恩恵を得ています。森沢という 書体のメーカーがあるんですね。その会社と一緒に Adobe Illustrator のプラグインでこんな間取りをかけるようなソフトですね。そういうのを開発したりとか長年やってきました。そしてもうプログラムのことは忘れ2012年に島村楽器のコンテストでファイナリストになったことをきっかけに好きだった音楽の方に転身して 今現代はそういう音楽の仕事とかもしくは YouTube でプラグインの解説とか今現代はやっていたんですけれども2022年の11月30日にですねチャット GPT というびっくりするような革命が起こりまして AI で対話型で話をしたらいろんなことを教えてくれるとその中でプログラムのことまでわかると いうようなことが、まあ、もう YouTube などで皆さんも認識自身はしてらっしゃると思います。テレビの番組とかでもいくつか特集が組まれたりということもありますので、随分浸透はしてきました。今日現代は2023年の2月の中頃です。そこでプログラムというようなことをやったこともないような人に、なんとかこれをですね、伝えたい。 という思いでこのシリーズをスタートします。今日第1回目はですね、HTML、JavaScript、そういうようなウェブのプログラミングがありますよね。なぜこの話からするかというと、ウェブのプログラム自身はここでちょこちょこっと書いただけですぐに結果を見ることができるからです。本来この後はですね、Python と言われるスプリクト言語の方で 皆さんにプログラムの勉強をしていただきたいなと思うんですが、それにはその環境づくりということもしないといけないわけです。そういうややこしいことはすべて取り除きまして、プログラムができるということだけを体験したいがために、今回はデジタル時計、簡単な時計を作ってどのようになるのか、 というのをやっていきたい。そして今書いてますように、追加で日付を表したりとか、文字の色を変えたり、背景の色を変えたり、それを皆さんに見ていただこう。そういうふうに思っています。では、これから始めたいと思います。レッツゴーはい、右にありますのはブラウダーです。僕はもう ChatGPT のプラスという一つ上のクラスのものにしました。 やはり本格的にやろうと思ったら、これでないとですね、たくさんのことを聞くと、ちょっと聞きすぎですということで、時間を待たされたり、制限がかかるんですね。えー、そして、なおかつ、このプラスになれば、応答が早かったりします。月額が約日本円で2600円ぐらいなんですけれども、いろいろ契約をしてですね、これでやってみようということにしました。 僕も YouTube もド派手にやっているもののですね、まだまだコンピューターでの収入というのはビビたるものですので、そんな贅沢にですね、ヒカキンさんとかみたいなことはできませんが、細々と皆さんと楽しくやっていきたいと考えています。では、早速やってみましょう。今も出してましたように、メモ帳なんかで準備をしておいてもいいと思います。これをまず、 チャット GPT に聞いてみます。コピーしまして、このウィンドウに貼り付けます。はい。もちろん手で打っていただいてもいいです。HTML や JavaScript。JavaScript もわからない人はもうまじないのように入れるんだよと思っててください。そして、デジタル時計の Web アプリを作りたい。ちょっと追加しておきましょう。HTML コードを教えてというふうに書きました。そうしまして、 エンターを押します。はいこのように何やら呪文のようなプログラムを書いていますね素晴らしいですね何も皆さんも知識がなくても日本語でこのように書くだけでプログラムを作ってくれるわけですはいまだ何か書いています 最後にこう説明を書いてくれてるんですね。このコードは HTML と JavaScript を使用してデジタル時計を作成しています。CSS を使用して CSS っていうのはこうデザインのことなんですけれども時計のテキストを中央に配置していますというように解説などもこのように出してくれるのでさほど難しくないですね。ではこのコードを黒い画面の右上に コピーコードというのがありますのでそれを押しますとクリップボードにコピーされますそうしましてメモ帳でもいいんですけれども Windows の場合 Sakura エディターというねこういうテキストエディタープログラムを作るのに最適なこういうものが無料で配布されていますのでこれを使いますでもテキストを書けるものであればメモ帳でも何でもいいです こここに貼り付けますはいこのように貼り付けましたねこれを保存しますやってみましょうちょっと僕は先ほどテストというのは作ってありましたのでもう一度ここに上書きしましょうか皆さんは新しい名前で「テスト HTML」とかいうふうに書いて保存をしてください、はい、まあ僕の場合は「上書きしますか?」と出てきますので はいをしますそれでできたファイルというのはこのファイルですねテキスト HTML になっていますもう Google Chrome のアイコンが出ていますのでブラウザが自動的に起動するようになっていますじゃあこれをダブルクリックしてみましょうはいどうでしょうか時計がこのように出ましたねそれではここから少し進めたいと思います ここに日付も入れたいということになりましたら、その文言を入れますが、先ほどもその文言は入れてあったのでですね、ここで追加で日付も表示したいというふうに、日本語で話しするだけで、チャット GPT は答えてくれるようになります。はい。このプログラムができたその後にですね、はい。 これも僕は今コピペしましたけれども皆さんは売っていただいてもいいですね追加で日付も表示したいこのようにやりますとはいまたまたやってくれていますね このコードではデイトオブジェクトから日付、月、年を取得しそれらを埋めて2桁表示に変換をしていますとかいうようなことが出るんです今までのプログラム学習といえばじゃあそれはこういう意味ですよというようなことを学習していきましたそうやって専門学校とかでは習うんですがそれをする必要がないです このソースコードの意味を興味のある人はここから学習すればいいですけれども僕はそういう今までの専門学校のようなことを皆さんにお伝えしようと思ってこのシリーズをやっているのではありませんこの中身はまずは知らないでもいいというふうにしましてこれでまたコピーコードというのを押しますそうしまして先ほどのエディターに 戻ってきますね。こうやって左側のところです。そして全てを選択します。コントロール a そうしまして、貼り付けのコントロール v このぐらいのショートカットはいくらなんでも覚えてくださいね。そうしまして、今度はコントロール s ですけれどもまあ、ここだけはですね。このようにして保存というのを選びます。上書き保存保存ができました。 また今度これをを見ててみままますすそしししダブルククリックをしますはい日付が出ましたこのように外国方式というかですね17日2月2023というふうになっていますこれじゃ日本人は見にくいですよねですからこれを並び替えるというのをですねやりますこの当初の勉強カリキュラムにはそういうのは なかったですけれどもここでですね「年月日」の順番に並べてくださいというふうに打ってみたいと思います「ここは日本なので年月日」の順で表示してほしいこのように打ってみますはい「なでパッ!」 すぐに返せないかというとです、ね、いろいろ考えてこれは何か覚えているというよりも作っているというイメージなんで少し考える時間が必要だということです。そして毎回同じではないです。都度考えているので真ん中寄せにしようかな左寄せにまずはしようかなというのはその時の ChatGPT の気分でですね、帰りますので例えば左端に寄ってしまったら中央揃えにしてくださいというふうにしますし僕はチャット GPT でプログラム学習する良さというのはですねここにちゃんとしたソースコードは書いてくれたんですがどこを変えればそのようになりますよという勉強になることも 教えてくれるんですねそして最後のコードも教えてくれるただしこれもいいつででもじゃないです最終コードを書いてくれない時もあるので全体のコードですべて表示してくださいとかいう風にしないと出ない場合がありますですから皆さんも聞き方上手になってもらわないといけない場合があることも覚えておいてくださいではコピーをします はい、エディターに来ましてすべてを選択して貼り付けをしますそして上書き保存します保存したら今度はまた HTML をクリックしましょうはい2023年2月17日ということでこのように形式が変わりましたよかったですね次ももう1にやっておきましょう次やることは文字の色は 赤にしたいといととうことですもうここは大体容量が分かってきたのでこれとこれを一緒に言いましょうコントロール C でそしてチャット GPT に来ます文字の色は赤にしたい背景は黄色にしたいこのように打ちますはいこうやって説明はありますが説明を 見たい人は見ればいいし見たくない人にとっては全く見る必要がありませんですからこのようにしながら修正をするんです今まではこのソース自身を勉強をして打ち替えていたわけですねですからある程度は内容も知らないといけないんですがそれは全てチャット GPT に任してるということです じゃあ誰でもできるのかもう村長さんの講座は見なくていいねじゃないんですプログラムはどうやって聞くかこの一番初歩の入り口なんですけれどもここを赤にできること自身を知らなかったり背景の色を変えれること自身を知らなかったら相談ができませんよねですから皆さんはプログラマーというより プロデューサーサなんですそこをよく把握してチャット GPT のプログラミングというのはププロログラマーーーというよりもプロデューサーですまたこれをコピーしましょうそしてエディターに来ましてすべてを選択貼り付け上書き保存そしてファイルを見てそして実行というか開くということですね。はい 赤になりましたそして背景が変わりましたこのようにメモ帳もしくはテキストエディターに貼ってですね注意することはファイル名は HTML のプログラムの場合はファイル名プラスドット HTM もしくは HTML こういうふうにファイル保存をするというだけです それ以上難しいこともありません。ぜひこれを見られたらもしくは見ながらそんなに口早にはお話ししていません。ゆっくりゆっくり話しましたので YouTube を聞きながらでもいいですし聞きながらやってそれでできたらですね今度は聞かないでやってみる。これが大事なんですね。難しいことは横に置きましょう。でも手順というのだけは 勉強をししていきましょうそして、まあ、次の機会とかは Python の入れ方とかいうのもやった方がよければやりますしもうウェブ上で Python のインストールとかいうふうにしましたらたくさんそういうのが出てきますので僕は次第2回目はいつさせていただくという確約はできませんので皆さんは先もってやられる方はやっておけば いいいいとと思まますすががバージョンというのがありますここですね Python のサイトというのはこのようになっていますダウンロードというのがありますのでここでダウンロードをしますまあ当面はといったら失礼なんですけどもちろん Mac の人も今日のものはそのままやれますけれども 僕に今日現代は、Mac、の環境がありませんもちろん昔は Mac の販売店もしてたんですけれども今は基本的に Windows でやってるのでですねまあいつか 皆さんがたくさん見てくれて YouTube の収益でもたくさん上がれば Mac も買うかもわかりませんまあまあそれは冗談ですけれどもそういうことで、えっと、ここにダウンロード3.112っていうふうになってますよねまあこのバージョンぐらいを入れましょうバージョンは古いバージョンもいっぱいあるんですけれどもまあ Mac の人が一緒に見ながらやることもできるんですけれども少し 足りないところは自分で勉強応用してもらわないといけないでしょうが MacOS 用の Python というのもここにありますので皆さんこれから一緒にですねプログラムというよりプログラムプロデューサーこれになってですねどういうことをどのように聞いたらどのようなプログラムができていくかこれが チャット、GPT を使ったプログラミング手法の要でもありますので皆さん一緒に勉強していきましょうそして皆さん漏れ落ちのないようにですねこれを本気でやる人は今までは僕はチャンネル登録っていうのはまたよければとか言いましたけれども今日はまたよければというようなお話はしません顔出しもさせていただいてですね本当に勉強する気がある人はですね チャンネル登録をしていただいてそして通知ですねベルマークを押していただいてですね僕の通知が来るようにして待っていただくというようなそれぐらいは最低やる気を出してくれる人に伝えていきたいと思っていますそして中級者上級者の人先ほども見せましたようにプログラムは まあそれなりにはやってきました上手だったか下手だったかそれは分かりませんけれどもそれなりな大企業さんのプログラムもやってきましたけれどもまあ今は正直おじさんになってしまいましたですから難しいいいここととを聞ててくれてももわからないこともありますそういう上級な人はですね上級な方の YouTube なんかを見ていただくということであくまでも これは初心者、もしくはこれから始める人、そういう方への YouTube チャンネルだと思ってください。ご視聴ありがとうございました。村長でした。暖房つけても寒い田舎からお届けしています。